シアールコートは、パキスタンのパンジャーブ州の都市である。2014年、の人口は約101万人だった。シアールコート県の県都である。パキスタン北東部に位置する。チェナーブ川の近くに位置する。紀元前327年、ギリシャの歴史書によるとこの地域は、サガラと呼ばれていた。アレクサンダー大王が広げたヘレニズムの東端だった。アケメネス朝時代には、 キヌの名産地でガンダーラと並ぶ裕福なサトラップだった。グレコバクトリア王国でエウティュデモス一世の時代にサガラは首都であった。インドグリーク朝でメナンドロス一世の時代に首都だった。シュントダルがサガラの主要民族だった。王国は洪水に襲われ約千年のアイダム人の土地になった。2世紀頃カシミールのサルバン王がサガラを復旧した。 サルバンはシアールコート砦を設置し、サガラからシアールコートに改名した。彼はスキタイのジャーッド族で、階層はシアだった。ここからシアールコートはシアの砦を表すと信じられている。サルバンの死後、息子のラサルが王位を継いだ。近隣のジェルム王国の攻撃によって都市は荒廃した。ラサルはガハルス王国とも戦争をした。 ラサルは娘を征服者のカハルスに差し出した。カハルスは王位をラサルの養子に譲った。400年、ラサルが亡くなった。5世紀末、エフタルがシアールコートを征服し、トラマナ王とミヒラクラ王の時代は首都になった。6世紀前半、アウリカラス王国のヤショダルマン王がシアールコートを征服した。1185年。 シハーブッティーンムハンマド王がパンジャーブを征服した。彼はラホールは征服できなかったが、シアールコートに守備隊を置いた。ムスリムのデリー・スルターン・朝に組み込まれた。クスロ・マルク王がラホールに挑んだが失敗した。ムスリムのムガル帝国に組み込まれた。アクバル王はシアールコートをラホール州に組み込んだ。シャージャハーン王時代、アリマル・ダンカーンがシアールコートを司さどった。 ムルターンやスワトから来たパシュトゥーン人豪族やクエッタから来たカカザイ族がシアールコートを支配し周辺山岳部はジャンムーのランジトゥデオンが支配した1748年グジュラートシアールコートパスルル・ダスカの4地区はアフガニスタン王国のアフマドシャー・ドゥッダーニー王に割上され王国に編入された1751年以降 ドゥッダーニー王は、息子のタイムルンにラホールとこの四地区を支配させた。この頃ジャングのデオ王は、シアールコートの周辺部を獲得した。1797年から1810年にかけて、宿王国のランジート・シングが占領した。宿王国の半島は、西はペシャワール、北はカシミール、南はムルターン、東はチベットに及んだ。 ヨーロッパ式に訓練した兵士や宿の戒律、ヨーロッパの近代兵器、イギリス製の地図、ヨーロッパ人傭兵がこれほどの侵略を可能にした。1839年にシング王が亡くなるとイギリスがシアールコートに接触した。1849年、第二次宿戦争の結果宿王国はイギリスに併合され、シアールコートも併合された。1852年、 シアール港と宿営地が完成した。イギリス司令官のナピエル卿が防衛の観点から場所を決定した。1857年、インド大反乱ではヨーロッパ人がシアール港とトりに立てこもり激戦を繰り広げた。現地人兵は財宝を略奪し、すべての記録を破壊した。百七十七年、後にパキスタン独立運動を先導する詩人の ムハンマド・イクバールが誕生した。1889年、ムッダイ大学が設立された。1890年、ワズ・イーラーバードからシアール・コートに伸びる鉄道がジャンブーまで延長された。1915年、シアール・コート・ナロアル鉄道が開通した。シアール・コートはパキスタン運動で大きな役割を果たした。1944年5月。 歴史的なシアールコート会議が開かれた。全インドムスリム連盟が、パンジャーブ地方で存在感を持つきっかけになった。連盟には、ムハンマド・アリー・ジンナー、ディアー・カトゥ・アリー・カーン、チャウドリー・ナセル・アフマド・マルヒ、カワジャ・ナ・ジム・ディーン、アブドゥル・ラブ・ニシタルたちが所属していた。1947年のパキスタン運動の後、パサン・コトゥや グルダスプルを中心とする東パンジャーブ州のムスリムが難民となりシアールコートに押し寄せ定住した。グルダスプルはムスリムが多数派だったのでパキスタンに編入されるはずだったがイギリスがカシミール藩王国への道を確保するためにインドに編入した。これ以降シアールコートはだんだんパキスタンにとって重要な産業地区になっていった。道具や楽器。 スポーツ用品、革製品、繊維等の輸出で有名になった。1965年、第二次インパ戦争で、ラホールシアールコート地方は、インド軍に攻撃され、周辺部を一部奪われた。シアールコート市民は侵略者を排除する、ためパキスタン軍に協力した。シアールコート地区で起きたチャウィンダの戦いは、第二次世界大戦以降最も激しい戦争になった。 1966年、パキスタン政府は独立の三日月勲章を、シアールコート、ラホール、サルゴーダーの市民の勇気を称えて送った。1971年、第三次インパ戦争のバサンタルの戦いが起きた。インドは反抗作戦を行い、戦車戦でパキスタンを撃破した。手縫いのサッカーボールの世界的な生産地であり、生産されたボールはサプライヤーから、 各国のスポーツメーカーに収められる。生産地としての世界シェアは75%程度に達したこともある。サッカーボールの生産は長らく自動労働により支えられてきたが、1996年の ILO の報告書により問題視され自動労働の転換が進んだ。その過程で安価な中国製製品と競合が進みシェアを落としたものの、 主要生産地の座は揺らぐことなかった。2012年のロンドンオリンピックでは、シアールコートで生産されたボールが採用されている。2010年代に入ると、ボールの精度を高めるため、シアールコートが誇る職人技の縫いの工程を経ない製品も出現したが、生産地としての存在は揺るぎなく新工程にも対応。2014年サッカーワールドカップブラジル大会では、 シアールコートのフォワードスポーツ工場の職人が溶接したボールが公式球として使われる。ありがとうございます。